バリトラ、パンセラティグリスバリカは食肉目猫科に属するトラの亜種の一つ。インドネシアのバリ島だけに生息していたが、すでに絶滅している。大きさについて記録されているのはメスだけで全長211センチメートル。トラの中では最も小さな亜種とされる。外見はジャワトラによく似ていた。毛皮の利用や娯楽のために狩猟の対象となり、 1940年頃に絶滅した。絶滅日時については1937年9月27日に射殺されたのが最後の一頭であるという説もある。遭遇記録は非常に少ない。最も信頼できる完全な記録はハンガリーの男爵アスカール・ボージニックの狩猟の記録であり、仕留めたバリトラの写真も残されている。 1911年11月3日に、彼は北西部で射殺された生態の標本を記録している。もっとも、彼の著書ではその場所は東インド諸島とされている。同書では、島では餌で隠した虎バサミで虎を捕らえ、動けなくしてから射殺するのが一般的な狩猟法であるとも記している。バリトラは植民地時代にはすでに絶滅寸前であった。 ジャワ島からやってきたヨーロッパ人の狩猟家がロマンチックなスポーツとして強力なライフルを持ってやってきたことがバリトラにとどめを刺した。スラバヤの銃器メーカー E マノートはわずか数年で20頭以上のバリトラが殺されたことを確認している。最後に確認されたバリトラの目撃例は1937年9月27日に西部バリで射殺されたメスの成獣だった。 その後1952年、1970年及び1972年に、主に森林保護官によって、目撃情報が報告されているが、確たる証拠は得られていない。この時点で生き残っていた、バリトラは、西部の京西バリ国立公園となっている地域に移動したものと考えられている。ありがとうございます。